10回戦を行います。赤コーナー、31戦24勝13 KO、 128番を経験事務所属、日本フェザー級第1位、木村日本フェザー級1位、帝拳ジムの木村俊影。5月に予定されている OPBF タイトル挑戦への今日が前哨戦になります。相手は韓国フェザー級2位の張寛裕です。10回戦第1ラウンドのゴングが鳴りました。赤のトランクスが日本フェザー級1位の木村俊影です。そして黒のトランクスにピンクのサイドラインが入っています韓国の張寛裕。身長は木村が175センチ、一方の張寛裕172センチです。今日はフェザー級のリミットより2ポンド重い128パウンド58キロの契約ウェイトで試合が行われています。まずリング中央です。左を出しました張寛裕、素早い左は木村です。相手の動きをじっと見ています。リング中央お互いに距離を取ります。左を出しました木村、左のジャブをついていきます。この試合をクリアすれば5月に OPBF フェザー級チャンピオンの越本隆に挑戦することが決まっているという木村俊影、大事なタイトル前哨戦になります。左を出しました。この試合を、はい、木村はねよく左が出てますね、そうですね、盛んに左を出しています。木村また左、いい左ですよ、スピードもありますし数が多く出ていますね。そうですね、はい、まあ、もちろんその5月にOPBF タイトル挑戦という話になっていますので、今日の試合というのはすっきり勝ちたいという思いはあるでしょう。そうでしょう、相手のパンチを、ね、一発もらわずに勝つくらいの気持ちでね、はい、そのくらい足が動いてますしね、キレがありますよ。左のボディーブローを見せました木村です。今度は左顔面へ、左がよく伸びています木村、左のダブルです。しかしまだ右を一つも出していません。左のジャブそしてストレートを出していきます木村の立ち上がり。今 1分30秒経過、張寛裕、おっと左、張寛裕も左を出してきます。お互いに左を出し合います。第1ラウンドの立ち上がりです。まあ、出だしこんだけ左を使ってればね、はい、距離感をつかめますから。あ、なるほど、いいですよ、はい、木村は硬さ緊張感そういうのはどうですか。ないですね。そうですか。ユージ・ゴメスに敗れたのが去年の3月でした。おっとワンツーは張寛裕です。それ以来2試合続けてこのところノックアウトが地球のリングを迎えている木村、通算32戦目のリングになります木村俊影。また左です。鋭い眼光でステップインがね鋭いんですよ、木村相手の動きをじっと見ています。木村第1ラウンド2分20秒が経過しました。また左です。早い左を見せます。カンイルもね、右狙ってますね。あ、そうですか。こちらの位置、右手のね、はい、構えを見るとね、狙ってるように見えますよ。張寛裕の方は比較的手数は少ないんですが、そうしますと一発を警戒しなければいけません。おっとまた左、第1ラウンド静かな立ち上がりになっています。徹底して左を打っている木村俊影。第1ラウンド残り10秒になりました。10回戦の第1ラウンドが終わっています。木村俊影の OPBF タイトル前哨戦、今日のリング放送席の解説は笠井雄一さんでお送りしています。まず第1ラウンド木村の立ち上がりどういうふうに見ましたか。まあ、立ち上がりがキレがありましたね。あ、そうですか。スピードもありましたし、まあ、ステップインも、今のところ左しか使ってないですけども、言うことなしですね。はい、笠井さんもご経験あると思うんですけれども、そのタイトルの前哨戦というのは非常に難しいという話もよく聞くんですけれども、気負い、まあ、やる気がありますからね、まあ、気負いにならずにね、はい、気負ってね、空回りする場合があるんですよ。あ、なるほど。その辺は気をつけてもらいたいですけども、まあ、その辺はね、何も感じませんでした。なんか非常にその冷静さを感じる第1ラウンドでしたね。相手をよく見てましたし、はい、まあ、調子がいいんじゃないですか。期待が持てます今日の木村俊影です。ラウンド2、
第2ラウンドが始まりました。まあ、木村は去年の3月11日にユージ・ゴメスに8ラウンド KO 負け、壮絶な打ち合いの末ユージ・ゴメスに敗れました。しかし7月に1ラウンド KO で再起を飾りまして、去年の10月にも韓国のパクに6ラウンド KO 勝ち、今日のリングを迎えている木村、左を出していきます。村山さん、はい、赤コーナーなんですが、木村コーナーに戻ってきてね、はい、笑顔を見せましたね。そうですか。でもっと相手が出てくるかと思ったという桑田トレーナーの話、ただここからですよというふうに桑田トレーナーも話していました。はい、一方のワンツーだ、おっと左が当たりました。木村いい打ち合いでしたよ。左を徹底して打っていきます木村敏景。一方の韓国のチョ・カンイルは今日が日本では5戦目になります。あの菅間あるいは長島健吾といったところと日本のリングではグラブを交えているチョ・カンイルです。村山さん、はい、青コーナーチョ・カンイルサイドです。立ち上がりは調子はいいと見ているようです。トレーナーからの指示というのはほとんどなかったんですが、はい、ライトフックに注意するようにとその指示だけが出ています。はい、やはりその木村が数多くライトフックということは右と右のクロスですね。あのジャブからね、はい、右のクロスかぶせてくるというふうに踏んでるんじゃないですか。なるほど、はい、ただ木村はまだ、ね、左ボクシングを作ってますから、まあ、その辺ね、相手は裏をかかれる状態になるんじゃないですか。はい、左が2発顔面をヒットしました。何かこの左だけで今日は仕留めていこうかというところなんでしょうか。で今日の木村はジャブがね、はい、左がよく出てるのと、あと頭の振りがいいですね。あ、そうですか。常に、はい、あと右、はい、常に頭の位置変えてるんですよ。時々相手の目の前でね止まるところがあるんで、はい、今の右危なかったんですよ。タイミング合ってましたから、はい、その辺で気をつけないといけないですよ。あと右が出た、右が出た、右ストレート左、木村です。表情は全く変えません。リング中央、まあ、前回のパク戦でも相手のアッパーを1回いいのをもらってしまったんで、今日は相手に打たれないで勝ちたいんだという話もしていました。ワンツーです。チョ・カンイル鼻血を出してきました。チョ・カンイルが鼻血を出してきました。左、木村は打ち合いになった時も強さを発揮するんですよ。はい、相手の右をね、まあ、軽く受け流して、その後右をかぶせるというね、はい、カウンターもできますからね。しかしここへ来てチョ・カンイルも手を出してきた。しかし木村右が当たった。チョ・カンイルは放ちワンツーだ。チョ・カンイルワンツー、ワンツー右、さあさらに連打、チョ・カンイルの連打、おっと左が当たった。まあ、今のはガードの上ですから、はいはい、大丈夫です。落ち着いてますよ木村。そうですか。相手のパンチ出してきても表情は変わりません。一方放ちが出ていますチョ・カンイル。第2ラウンドの終盤、残り40秒になりました。またワンツー、おっと右、右が当たった。カンイルの右に、ね、右を合わせたんですよ。得意のパンチですよ木村。はい、右がヒットしまして、チョ・カンイルが一瞬グラッときました。第2ラウンドほとんど時間がなくなっています。第2ラウンド終了です。さあ第2ラウンドの終盤、木村の攻撃です。今はねクリーンヒットはなかったんですけども、相手の右の後を取ってますね。なるほど、はい、これもうまいね、木村は、ね、得意なパターンなんですよ。はい、まず笠井さんの採点でも第1ラウンド第2ラウンドともに木村ということになっています。さあ試合は第3ラウンドです。第3ラウンドが始まりました。第2ラウンドの序盤から鼻血を出していたチョ・カンイル、さあそれを見て木村はこの第3ラウンドどういった動きに出てくるんでしょうか。立ち上がりは非常に冷静に相手の動きを見て左を数多く出しています。木村敏景、赤のトランクス、おっと右脈を切った左のボディーブロー。2ラウンドの中盤に木村は、まあ、相手のね、はい、カンイルの猛攻を受けましたけども、ガードでね、はい、うまくディフェンスしてましたよ。はい、ただその後ね、打ち切りになったせいか、あの頭の振りがなくなったんですね。あ、そうですか。はい、まあ、しかしその後右をね、あのクリーンヒットした後に冷静さを取り戻して、はい、また頭の振りが出てきたんでね、良かったですよ。はい、このラウンドもね、頭の振りは忘れちゃいけないですよ。おっとまた右が出たチョ・カンイル。しかし木村は表情を全く変えない。左を打っていく木村、また鼻血が出ていますチョ・カンイル。右ストレート木村です。今度はチョ・カンイルの右、おっと左の打ち合いです。しかし木村の左がよく伸びています。まだね、相手元気ですからね、右、はい、ね、強打持ってきますから、まだ打ち合う必要ないと思うんですけども。そうですか。木村もね、気が強いんですよ。そうですね、来るならね、打って立つっていう形でね、はい、打ち合いが好きですから、非常にその好戦的というんでしょうか。まあ、ですからそれだけその打ち合いになって、で派手な勝ち方をして、それがまあファンを引きつける魅力の一つでもあるんですね。木村のね、持ち味でもあるんですよ。はい、
木村の持ち味ね、ただ、まあ、1ラウンド2ラウンド見せたね、はい、あの左があるんですから、もっとあの左からね、はい、ボクシング組み立ててもいいと思いますよ、はい、今度は足を使って左を引っ掛けていきました。木村張貫イルが前に出てきます。第3ラウンド、あと至近距離でワンツーを打った木村、今ちょっとジャブがね、木村のジャブ深かったですけどもね、はい、あのタイミングいいですね。あ、そうですか。相手の打ち始めをね、はい、ジャブでカウンター取るのがいいですよ、まあ、この試合に向けての2月の上旬最後の仕上げのスパーリングの時期にも盛んにその左を数多く出す練習をしていました木村俊影です。さあまた左をダブルで打っていった木村、足が止まる。ただ左だけでね、ボクシングはできませんから。そうですね。ワンツーだ。さあ木村、あっとワンツー、張貫イルのワンツー。貫イルはね、木村のジャブはもらってもしょうがない、その返し、左のジャブに一緒に打とうとしてますね。なるほど、合わせてくるんですか。合わせてきますよ、あっと右、大きな右を打っていった張貫イル。左をついていきます木村。ここでね、木村は頭を止めないことですね、動きを。少し止まっていますか。頭の動きが、ね、止まってますね、はい、立ち上がりは非常にその左を使って、あ、今は相手のパンチを完全にかわしていました木村。第3ラウンド、おっと左、張貫イルも打ってきます。木村の左に合わせてきました。ここで第3ラウンド終了です。相変わらず鼻血が止まらないこちら青コーナーの張貫イルです。おととしの11月に藤田和則と OPBF スーパーフェザー級の暫定王座決定戦に臨みましたが、惜しくも判定負け。菅間英二、長島健吾といったところと日本でグラブを交えています。日本では5戦目、韓国では通算8勝2敗という成績です。通算の成績が8勝6敗という張貫イル、5月に韓国フェザー級タイトル挑戦が決まっています。一方、同じ5月に OPBF 腰元にチャレンジすることが内定している木村俊影、第4ラウンドが始まっています。またこのラウンド少し動きが機敏になっています。木村俊影です。張貫イルがね、フットワーク使い始めましたよ。そうですか、はい、ただ前に出るでなくね、はい、様子を見ながらね、動いてますよ、はい。まあ、特に日本での試合、菅間との試合は、まあ、最終的には KO 負けだったんですけれども、序盤菅間を追い込むというシーンもありました。張貫イルです。村山さん、はい、赤コーナーなんですが、桑田トレーナー、徐々にタイミングが合ってきていると、はい、あとは高さを増やしていけという話をしています、はい、そうですね、まあ、タイミングが合ってきてますよ、左をつく。ただ相手もタイミングを合わせてきてますから、打ち終わり気をつけないといけないんですよ木村は、はい、お互いにもうそれぞれのタイミングというのがもう読み切ったといいましょうか、分かってきたということなんですか、まあ、カンイルはあの右の、ね、クロスですか、はい、右のストレートはね、木村のワンツーです。左をつく木村、また左をついてきました木村。あとは張貫イルのワンツーだ。右から左、張貫イルも打ち合ってくる。さあ足が止まる。しつこいですけどね、張貫イル。できればね、はい、後ろに、ね、下がらせたいですね。前に出たいですよ木村は。今どちらかというと張貫イルが打ちながら前に出てきています、ただ顔面は真っ赤、そして鼻血を出している張貫イル。ですから木村のパンチもかなりヒットしているんです。リーフトはね、木村の風が多いですし、はい、貫イルなんてね、苦しいですよ、はい、しかし気持ちで来てますね。そうですね、まだ日本での勝ち星はないんですが、とにかく今日は最後のつもりで試合に臨むと話していた張貫イル。さあ木村も打ち合う。いいカウンター入りましたよ、ワンツーだ。さあ足が止まる。まあ、顎はね、ファンイルなかなか頑丈ですから顎を強そうですね、はい、ですからもう少しボディですか、下へのパンチもいいと思うんですけども、木村の表情が少し変わりました。このラウンド、この大きな右は空を切っています張貫イル。また左をついてきました木村。いいのボディーフロー、ボディーですよ木村、はい。あと手を出してきました張貫イル、ワンツー。さあボディを打った木村、そして左打ちでしたけどね、はい、いいボディ入りました木村、はい、このラウンドボディが当たるようになってきました木村俊影。また左で突き放します。左をついて離す。大きな右が張貫イル、
木村も少し顔のあたり赤みを帯びてきましたが、ただまあ見えてますよ。そうですか、のパンチ、はい、今ちょっと余裕があるんだというポーズを見せた張カンイルです。ここはガードを上げます。木村、ここで第4ラウンド終了です。木村が目指す OPBF フェザー級タイトル、チャンピオンの腰元も先日日曜日2月10日福岡で初防衛に成功しました。まあ、木村にとってはもう4年前になりますか、98年の8月にその腰元と日本フェザー級王座決定戦に臨みまして、この時には9ラウンド TKO 負けでした。その一度敗れている相手への そのリマッチがかかった今日の試合ということになるんですが、笠井さん、立ち上がりはね、非常にそのね、はい、気持ちが前に出て、ね、よかったんですけどね、はい、ちょっとあカンイルはね、予想以上に前に出てきてますね。そうですね、気持ち強いですよ、あれだけ左を多くもらっていたんですが、前に出てきています、張カンイル。村山さん、はい、第3ラウンドまでは中に入るなという指示が出ていた張カンイルサイドなんですが、そうなんですか、第4ラウンド以降はですね、入れ入れとしきりにトレーナーから声が飛んでいます。そうなりますと、そのトレーナーの指示通りというここまでの動きになってるんですね。そうなりますね、第3ラウンドあたりから積極的に前に出て大きなパンチを繰り出してくる張カンイル。まあ、ただ木村もこういった打ち合いは非常に得意な選手、ね、得意なね、ことがありますから、はい、しかし1ラウンド2ラウンド見せたね、動きからのジャブ、はい、それから自分でボクシングを作ってから打ち合いたいですよ。組み立てですか、はい、やはり木村はね、この選手に勝つの、勝つために練習してきたわけじゃないんですよ。そうですね、その先がありますから、そのためにはやはりね、もう少し一つ上のランクのね、ボクシング見たいですよ。あ、少し格が違うんだというところ、そういうところ見たいですよ、立ち上がりはそう見せてましたからね、はいはい、また左をついてきた木村、この左のジャブはよく当たっています。左をつく、しかし張カンイルもパンチを返してくる。まだ距離取り切れてないんですけどもね、木村はよく左を出してるんですよ、笠井さんから先ほどのラウンド張カンイルの前進を止めたいという話がありましたが、このラウンドもまだ、ただこの試合に関しては木村の左だけではね、前進止められないんですよ。あ、そうですか、はい、懐減られてますから、ですからね、自分の得意のパンチ右ですけども、はい、今日は少ないですね、タフなファイター張カンイル、一切構わず前に出てきます。木村のパンチもよく当たっています。左をついてきた木村、ワンツーです。張カンイル左をつきます。さあ上から打ち下ろすか、一旦離す、また左をついた、しつこいですけどねカンイルは、しかしスピード押しましたよ。そうですか、突進力がね、はい、衰えてきましたよ、はい、木村のパンチのダメージというのが徐々に出てきているんでしょうか。ですからね、ここでねもう一度木村ね、ジャブなど突き始めると、はい、今度相手入ってこれなくなりますよ。なるほど、はい、左のボディーブロー、あ、いいジャブ、左を突きます。木村としかげ、またボディーブローです。左の肩のあたり、張カンイルが出している鼻血、返り血を浴びています。木村、赤のトランクス、黒のトランクス、金髪の張カンイル。しかしカンイルもね、前に出てきます、強いですよ、木村のパンチね、はい、重いんですよ、強いパンチのダブル吐いてますよ。左、左、右を出しました木村。さあ第5ラウンド残り10秒になる。今の左良かったですよ木村、はい、再三いい左が当たっています。しかし張カンイルも前進します、手を出していきます。ここで第5ラウンド終了です。10回戦前半戦が終わりました。5月に OPBF タイトル挑戦を睨む木村俊影の前哨戦、前半5ラウンドまでが終わりました。まあ、笠井雄一さん、ポイントの上ではもう木村が完全にリードしているという前半戦だったんですが、カンイルもね、だいぶね、前に出るパワーがね、はい、衰えてきましたね、落ちてきました。そうですか、今日は盛んにこの木村、立ち上がりから左を多く使っています。ただその木村の持ち味であるその打ち抜く右ね、まだ、あと左、そう、今のコンビネーションなどはね、テクニックですよ、うまさですよ、はい、ですから木村ね、ここでね、うまいボクシング、はい、それにパワーをね、兼ね備えたらボクシングできますからね、もっと使うべきですよ。さあ第6ラウンドに入って木村が畳みかけるか、張カンイルがちょっとひるんでいる、下がっている。先ほどまでは前前に出てきた張カンイル、下がっています、止まりましたよ。さあ足が止まった、さあチャンスだ、カンイル止まりましたよ、ロープに詰める、右のボディーブロー、左左ダブル、あーっとしゃがみ込んだ、ダウン、左のボディーが効きました、マウスピースを落とした張カンイル、あーっとタオルが投げ込まれました、試合終了です。最後は
リング上でしゃがみ込んでしまった張貫入、木村俊影、これで3試合連続ナックアウト勝ち。さあ5月にいよいよ OPBF 腰元に再チャレンジします。見事6ラウンドナックアウト勝ち収めました木村選手にお話を伺います。おめでとうございます。どうもありがとうございます。いやこれで3戦連続ナックアウト勝ちですよ。そうですね、ちょっと、もだもだしちゃいましたけど、まあ、怪我もなく終わってよかったです。木村さんにしては今日の試合に勝つためではなくてその先を見据えた今日の試合だったと思います。そうですね、本当次、まあ、一度負けてるんで絶対次は勝ちたいです。改めてこの場内の皆さんに5月の試合木村さんの口から、次は、必ず勝ちますので応援来てください。よろしくお願いします。まあ、そして今お話もありましたけれども4年前にやって負けている腰元選手ですね。そうですね、本当あの時は悔しい思いしたんで次は本当絶対勝ちたいです。改めて今日集まってくださった皆さんとそしてテレビの前の方に一言お願いします。今日は本当ありがとうございました。次の試合も絶対勝つんで応援よろしくお願いします。木村選手でした。あの2月10日に OPBF タイトル初防衛に成功した腰元はあの時とは木村君も僕も違う再戦だけれども初めて戦う相手のつもりでやるというふうに話していました。一方の木村ですがその腰元については今 OPBF タイトルを持っているし充実している、確実に強くなっている、ただ自分も全てにおいてレベルアップしているんですという話をしていましたけれども、確かにね、腰元に挑戦した時の木村、はい、と比べたらもう今の木村はね、もう生まれ変わってますね。あ、そうですか。パワーもついてますし、うまさもね、兼ね備えてますから、はい、いよいよ腰元の持つ OPBF タイトルにチャレンジ。